エジプト航空エクスプレスはエジプトのコミューター航空会社。2006年に地域的な航空サービスを提供するためのエジプト航空の子会社として設立され2007年より運航を開始した。2008年6月には親会社であるエジプト航空も加盟する航空連合スターアライアンスのメンバーとなっている。エンブライル170から 100LR エジプト航空エクスプレスは 小型機による運行頻度の高い国内航空運輸の需要への対応のためにエジプト航空によって設立された子会社である100%をエジプト航空が所有しているエンブライル170の機内エジプト航空ホールディングス社の会長であるアデフアブドゥルハミントモストフワはエジプト航空エクスプレスについてこれまでのエジプト航空の国内におけるサービスは あまりにも朝早い便か逆による遅すぎる便がほとんどだった。これは国内線で使用される機体が国際線で使用される大型のものをそのまま運行に当てていたことが一因であると考えられる。国内の就航地それぞれに対して需要にあった輸送量を高い頻度で提供するようになるためにエジプト航空は新たな中核事業として 地域輸送を担う子会社を設立することを決めた、と語っている国内宣告再選ありがとうございます。